平忠則は、平安時代の平家一門の武将、平清盛の異母帝、天陽元年伊勢平氏の棟梁である、平忠盛の六夫として生まれる。母は、藤原為、忠氏の娘、紀の国の熊野地方で生まれ育ったと言われており、熊野別当福祉会の娘で、福祉像の妹でもあった女を妻としたこともあった、ようである。自称二年十四以上、自称三年法規上。 自称四年生四位した、薩摩守。る歌人としても優れており、藤原春贅に支持した。平家一門と、都落ちした後、六人の従者ととえ戻り、春贅の屋敷におもき自分の歌が百翼日、収められた巻物を春贅に託した。千台は歌集に、千者、春贅は、朝敵となった、忠則の名をはばかり、故郷の花という題で読まれた歌を一種のみ読み人、 知らずとして掲載している。さざなみやしがのとは、荒れにしを昔ながらの山桜かな、潜在衆六十六、潜在和歌衆以降の直線和歌衆に十一種が、日衆なお、新直線和歌衆以後は、晴れて、薩摩守るたのりとして掲載されている。源の頼朝討伐の藤川の戦い、源の義仲討伐の栗から峠の戦い等に、出陣、一の谷の戦いで、 源氏法の岡部忠し清と戦い41歳で、討ち死にした。平家物語によると源氏には見れる作戦をとっていたが、源氏の多くがつけていないおはぐろをつけていたので、見破られた。忠則は、赤市を経て、現在の兵庫県神戸市長田区へ向かい、そこから逃走用の船を得ようとしたが途中で、忠し清に撃たれた。現場は、現在の赤市天文町付近で、 ただのりと、ただしきよしが戦ったことにちなみ、両馬川と呼ばれた。その時、エびらに結びつけられた文を解いてみると、両宿の花という題で一種の歌が読まれていた。いくれて、木の下影を宿とせば花や小よ日のあるじならまし平、忠ただのり公母、薩摩守ただのり教の歌ただのりが打たれた際、文武に優れた人物をと、敵味方に惜しまれたという。戦後、ただしきよしは、 忠則の母台を弔うため、埼玉県深谷市にある、深谷駅南口の新神寺に供養塔を建立している、明石市には、忠則の墓と伝わる、忠則の塚があり、付近は古く忠則町と呼ばれていた。また、忠則公園という、小さな公園もある。神戸市長田区駒川林には、忠則の腕塚と銅塚がある。平忠則だの青葉の笛の2番は、 平家物語巻七、ただのり都落ちと巻九、ただのり最後の二場面を続けて歌っている。すなわち一度都落ちしたただのりが刑にとって返して歌のし、春勢に近々返還される直線和歌集のために自分の歌を託したことと一の谷でただのりが打たれた時にエビラの中に残っていた歌が花や今宵の主ならましであったことを歌っている。 さらくる夜半に門を叩きはが死に託せし、ことの葉われ今あの際まで持ちしエビらに残れるは、花や今宵の歌、平忠則意味なが、忠則であることから、忠則のり名感銘、薩摩守は、無賃乗車を意味する因語として使われる場合がある。狂言、薩摩守では私船に乗り、平家の金立、薩摩守忠則といって、船賃を踏み倒そうとする層が登場しており、 かなり古くから知られた、語呂合わせであったとみられる。脳、ただのりでは、ただのりの霊が潜在衆の、読み人知らずとある、我が歌に作者名を入れよと、春勢の子である定家に訴えるよう、旅の僧となった、春勢の家来に頼む姿が描かれている。ちなみに定家は、新直線和歌集において、以下の歌を、薩摩守るただのりの名で選んでいる。この歌は、女性の立場で読んでおり、つもりが、 つもり、恨みてもが、恨みても、松が、松の掛け言葉となっている。頼みつつこぬ夜つもりの恨みても、松より、外の慰め像なき、新直線和歌集間第13連歌 3854? ありがとうございます。